初心者から中級者向け、とりあえずボカロを作りたい、ボーカロイド4エディターを使いたいという方向けの講座です。まずは入力画面を見てください。入力画面の基本です。音符を入力したエリアをピアノロールと呼びます。縦軸に音程、横軸に時間が表示されています。このピアノロールには小節や拍などの単位でグリッドが入っています。左端には鍵盤図で音程が示されています。C1 とか C3 といった記号がありますが、ピアノを弾く人ならよくわかると思いますが、C はドで、F はファです。数字はオクターブを表しています。C1 と C3 を比べると、C3 の方が C1 より2オクターブ高いドになります。ちなみに C3 がピアノで言えば中央のドです。とりあえず初めはこの C3 から作っていくといいと思います。では入力した音符を聞いてみましょう。入力した音符を聞くには画面左上にある右向きの三角形の再生ボタンを押します。これだけで作った歌が再生されます。画面上を縦線が動きます。再生をやめるには四角の停止ボタンを押します。簡単ですね。では、ボーカロイド4エディターの画面構成を見てみましょう。メニュー、ツールバー、トラックエディター、ミュージカルエディターがあります。ツールバーには編集、ピッチレンダリング、ボカロネット、トランスポート、メジャーという5つのセクションがあります。では、このツールバーの役割をご紹介します。まずは矢印です。矢印はデータの選択や移動ができます。鉛筆ツールですね。鉛筆。こちらは音符を入力するときに使えます。とても重要なツールですね。よく使うと思います。ラインですね。ラインツール。コントロールパラメータなど入力するときに使えます。消しゴム、削除ツールですね。削除するときに使えます。ちなみに編集から元に戻すで失敗したときなどにも使えます。操作を取り消すこともできます。再生、停止、リピート、戦闘。戦闘ボタンは曲の先頭に、移動します。巻き戻し、1小節前に戻ります。早送りは1小節先に進みます。末尾、曲の最後に移動します。スマートマーカー、エンドマーカーといった、画面構成になっております。では、エディター画面を、ちょっと見てみましょう。ボーカロイド4エディターでは基本的にトラックエディターと下のこの鍵盤がありますね。ミュージックエディターで、曲を基本的には作っていきます。トラックエディターはトラック全体を見て曲を移動したり、トラックをコピーしたりするときに使えます。エディター画面の基本操作ですね。各エディターはズームスライダーで拡大縮小ができます。よく見えないときとか、ちょっと見にくいときには使うといいです。コントロールプラス矢印でも拡大縮小ができます。トラックエディターの基礎。トラックエディターのシーケンストラックにニューパートと表示されたパートエリアがあります。ニューパートは仮の名前なので、名前を変えたり分かりやすい名前を付けられます。このパートをクリックすると、その中身が出てきます。中身が下のピアノロールに出てきます。デフォルトでは32小節のパートが用意されています。パートを増やしたり減らしたりコピーしたりすることができます。ドラッグで伸縮もできます。パート内にある四角は、ミュージカルエディターが表示している範囲を示しています。まずパートを作成しましょう。パートがないと、ミュージカルエディターで音符を入力できません。新規のファイルでは最初に一つのパートがあらかじめ用意されています。パートを追加したりするときは、鉛筆ツールを使います。鉛筆ツールをシーケンスラック上でクリックし、好きな長さの分だけ右にトラックします。パートはコピペできます。削除はディリートするだけです。パートは選択して簡単にドラッグで移動できます。ミュージカルエディターを操作してみましょう。キーボードがあるミュージカルエディターで基本的な歌を作っていきます。ミュージカルエディターにある機能を説明します。コントロールパラメータ、歌声を調整するものです。メニューの表示、コントロールパラメータの表示、非表示、
で切り替えられます。ノートの箇所スタイル。メニューの表示、ノートの箇所スタイルにチェックを入れると、ピアノロール画面上の各音符の下に表示されます。ノートの箇所スタイルはビブラートの大きさなどです。ボーカロイドではビブラートの大きさは結構大事なので、この辺はちょっと要注意になってますね。まずは音符を入力しましょう。まずはパートを作成します。初期設定ではあらかじめ1パート入っています。まずここで作っていって慣れていくのもいいと思います。パートをダブルクリックすると、ミュージカルエディターにパートのエリアが表示されます。このミュージカルエディター上で鉛筆ツールで音符を入力していきます。これだけですね。簡単ですね。音符の長さを調整したいときはドラッグで調整できます。音程を変えたときは矢印ツールで簡単に移動できます。では歌詞を入力してみましょう。歌詞の入力方法をご紹介します。歌詞入力は日本語でできます。漢字はダメです。すべてひらがなでできます。もしくはカタカナですね。ローマ字でもできますが、まあ、初めはひらがなで入れるのがいいと思います。音符をクリックして歌詞を入れます。で、エンターを押します。タブで次の音符へ移動できます。ここで歌詞入力での注意点ですね。これは非常に大事です。ボーカロイドエディターでは、私はのは、は、HA ですね。はとしか発音されません。例えば、私は、は、私はと入れないとダメです。私、まあ、ひらがなだと私はですよね。私は、主題ですか。主題のはですね。こちらは、はですね。わいうえおのは、の和を入れないとダメです。シンガーとは、ボーカロイド4エディターで歌ってくれる歌手です。シンガーによって声が違います。歌声ライブラリーを一つだけインストールしている場合は、それがアクティブシンガーになります。複数インストールしている場合は、パートを選択して右クリックからシンガーを選びます。モノフォニックとは、ボーカロイド4エディターでは、一つのシーケンスの中には一つの音しか出ません。人の声も、例えば、ドならドしか出ませんよね。ピアノとか他の、ギターとか他の楽器だったら、ドレミファソラシドと同時に出すことができます。同時に一つの音しか出せないことを、モノフォニックと言います。ですので、複数で歌わせる場合には、複数のシーケンスが必要になります。このトラックの追加はメニューのトラックの追加。トラックを選択して、パートを追加で、パートを追加できます。ボーカロイド4エディターでは、音符が重なっていると、いくつかのノートが重なっていますというメッセージが出ます。音符が重ならないように移動したり短くしたりしてください。自動的に音符の重なりを解消してくれる機能もあります。ノーマライズとは、ノーマライズは音が重なるといくつかのノートが重なっていますというメッセージが出ます。これを自動的になくしてくれる機能がノーマライズです。音符が重なって再生できないときは、音符を移動したり、短くして解消できます。自動で重なりを解消する場合は、メニューのジョブからノートのノーマライズを選択します。すると、自動的に音符の長さが調整されます。オートノーマライズは、音符が重なるように入力した場合に、その時に自動で調整してくれる機能です。では、ミキサーをいじってみましょう。ミキサーとはトラックの音量を個別に調整できる機能です。メニューから表示、ミキサーを選択します。すると、ミキサー画面が開きます。ここでミキサーを操作します。ミキサーの機能を簡単に説明します。フェーダー。こちらは各トラックの音量を調整する機能です。ミュート。ミュート。こちらをオンにすると、トラックの音量をミュート、つまり消音できます。聞こえなくなります。ソロ。こちらをオンにすると、そのトラックの音だけが再生されます。パン。ステレオの右や左に音を配置できます。ケイン。各トラックから各モジュールに入力される音量を調整するものです。